はい、でただ、はい、長文とかで復習やろうってしても、はい、まあ、答え覚えてるじゃないですか、問題数少ないし長文とかって普通、まあ、そうですよね、うん、はい、6日0日ペースっていうので基本長文とかをやってるんですよね。なるほど、6日間、要は、うん、要は復習日がないんですよ、はい。武田塾チャンネル。やっぱ新学期ということで、はい、やっぱり我々塾じゃないですか、うん、やっぱこっから1年間始まるわけですよ、ね、こっから1年間やったかやんないかで、うん、君の来年の桜の見方が変わる。まあ ね、まあ、1年間、実りある、ね、1年送ってもらえればと思います。はい、まあ、そんな中でね、悩みがあったらぜひ、相談してください、はい、そんな受験生の悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。 矢上先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、はい、武田塾の4日2日ペースなんですが、うん、英語の長文や現代文の復習はどうやってるんですか、うん、復習日はなくて、1日1長文みたいな感じなんですか、はい、あと分野別対策はいつ頃やればいいですかという質問ですね。はい、はい、はい、まず長文系統は4日2日じゃないですね、はい、そうなんですよね。でまず武田塾4日2日のペースが分かんない人もいるんじゃないですか、もしかしたら、うんうんうん、はい、要は1週間の中で、はい、あの例えば英単語だったら1日100個武田塾をやるっていうのが基本宿題のペースなんですけど、はい、そう1日100個もやるんですね。でそれ1週間でじゃあ何個やるかって言ったら、はい、700個じゃないんですよ、はい、400個なんですよ。4日間新しいことを100個ずつやるよと。月火水木例えば、ね、4日間進める、うん、はい、次の2日間で、はい、その400個の復習の前半を2回やると、はい、あの金曜日と土曜日で、はい、その4日間日曜日か木曜日やったやつを全部復習するんですね、はい、で日曜日はテスト。なるほど、1週間のうち最後の日をテストにする、はい、ちなみに最強ですね。4日2日はそれぞれ、はい、そのやった範囲を100点取らなきゃいけない、はい、だから3回1週間で同じように100点取った上で、はい、テストに臨むというのが基本のやり方なんですね、はい。いやこれもノーベル賞ものじゃないですか、この4日2日のペースって今考えると。いや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 、はい、でただ、はい、長文とかで復習やろうってしても、はい、まあ、答え覚えてるじゃないですか、問題数少ないし長文とかって普通、まあ、そうですよね、うん、はい、で、うん、あとは極力新しいものに触れた方がいいんですよね、この辺の参考書っていうのは、うん、っていうことを踏まえると6日0日ペースっていうのを長文とかをやってるんですよね。なるほど、6日間、うん、要は復習がないんですよ、はい、なるほど、なるほど、1日1文なら1文新しいのを解き続けるよと。はい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 、じゃあ復習しないのかっていうと、はい、そうじゃないんですよ、うん、やった日に復習しろって言ってるんですね。おお、うん、やった日に復習する、解きました、はい、回答とか解説確認しました、はい、でとりあえず答えとか他になりました、はい、したらその日もう一回そのもう自分で解けるかやってみるんですよ。で、はい、この問題はここに書いてあるこういう理由で正解なんだっていうのを再現できるか、うん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 、要するに、はい、理想的解き方ができるようになっているかどうかってことですね。うん、答えの暗記じゃダメだよと、うん、解説の暗記でもダメだよと、なるほど、自分でできるようになったかどうかってこと、うんうん、で、はい、一つの基準としてそれを解説読んでも分かんなかった人に説明するとか、うん、自分よりも英語や国語ができない解説読んでも分かんなかったっていう人に質問されたとして、いやこれだってさ本部にこうやって書いてあって、だ選択肢こうだからこういう理由で正解じゃんみたいな形で、うん、自分の言葉で説明できるようになってるかどうかって話。なるほど、それをその日のうちにやれってことなんです。なるほど、はいはい、ただじゃあそれ終わったら今後復習しなくていいのかってそういうことじゃないんで、はい、まあ、一冊終わったぐらいだと、はい、まあ、とか 1,2 週間空ければある程度文章で、ね、はい、もう忘れてるだろうから、 そうですね、そこでもう一回自分で解けるかどうかやってみるぐらいはちゃんとやった方がいいですね。いやもう今さらっと言いましたけどめちゃめちゃ重要ですからね、これ、はい、もう一回一冊例えば完璧にしてもやっぱりその後人間忘れるんで、やっぱり1ヶ月、はい、2ヶ月後とか3ヶ月やった方がいいですよね、はい、もうここできないのがね、うん、なかなか大変なところですよね、はい、はい、あと分野別対策いつからやればいいですかって話なんですけど、はい、これはまあ志望校のレベルが終わったら、はい、時間ない場合は志望校ワンランク下が終わったら基準ですかね。そうですね、うん、はい、要するに過去問解いてみて分野別対策どれができるか判断してからやれってことですね、うん、分野別対策っていうのは時間の許す限りやるものであって全部やるものじゃないですよ、はい、基本的には。そうですね、優先順位ですよね、うん、そうですね、はい、なのでそもそも志望校に挑めるレベルが身についてないのに分野別対策だけやっても、うん、分野別対策だけで合格点取れるってことは基本的にないので、そうですね、うん、なので最低限志望校ワンランク下ぐらいの例えば総計志望してんならマーチレベルが突破できたら、もしくはそれに入ったら、うん、志望校対策も取り入れていくっていう感じですかね、はい、基本はそのレベル終わってからでいいんじゃないかなとは思うけどね。ですね、うん、はい、はい、感じですね、という感じです。参考にしてください、はい、今回は以上です、はい。
中森先生、はい、あれこの背景は何ですか？ちょっとね、新企画の、はい、背景としてですね、新しく、はい、設定したやつなんですけど、新企画、武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ。そんなシリーズができちゃったんですか？そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、はい、直前期だったり、もしくはいろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね、受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となってぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これは、ね、はい、まあ、プラスね、はい、参考書ごとの1冊ずつの情報とかね、はい、勉強について、はい、文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがありますけど、はい、こちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、はい、武田塾チャンネル、今までのこの動画ですね、いろいろ見れるように、はい、チャンネル登録、募集しております。それがこちら、本当登録してください。はい、お願いします。で最後で、今いろんなね、質問とか皆さんから来てるのは、実はそのコメントの方でね、来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。